スッキーさんありがとう。福岡雨やね。福岡雨です。もうすごい今日一日中さ、なんか天気悪くて一日中天気悪くて、そう、あち今やっとベッドから起き上がった説。なんで知ってるの？なんで知ってるの？雷怖かった、今日本当に怖かった。あの雷さ、音声聞こえますか？こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト。音が遅れて聞こえる、ラグありますか？テス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 。画面とラグはありますね。だってどうしよう、一回止めようじゃん。こんばんは、こんばんは。さきんこちゃんありがとう。福清さんかわいい、ありがとう。ズッキーさんありがとう。くまさんありがとうございます。ズッキーさん、皇帝ペンギンさんありがとう。直った？治ったか？治ったのか？大丈夫になった。おお、よかった。雷怖かった。ね、日中雷鳴ってたんですけど、さっきも鳴ってたんですよ。さっきも雷鳴ったの。もうやめてほしかった。やめてほしい。さきんこちゃんありがとう。なんこのギフト、綺麗。すごい雨降ってんだよね。怖くて本当に私雨の音ね好きじゃないんですよ。雨の音落ち着くっていう人いるじゃん。私無理なの。雨の音別に落ち着かない。クロちゃんさんありがとう。あ、そう、結構ね、そう、乙女な部分あるんです。もう私無理か、雷無理だな。ちょっと無理だな。葵ちゃんさんありがとう。ツッキーさんありがとうございます。かわいい。アバターガチャ愛知出た。お、ほんとだ。ん？これさ、あ、本当だ。カメさんありがとう。ダーツさん、田畑というか追加で握手券買うか悩んでる。
握手券しかあ、そう、オンラインがね、また始まったのでね、受付が、オンライン受付開始です。また来てほしいです。ヤシタンさん、ありがとう。福清さん、ありがとう。追加します、ありがとう。よろしくお願いいたします。皆さん、次は9月分以降のオンラインだけ。もう8月はね、終わっちゃったので、8月はっていうか、もうね、もう今週にね、8月はオンラインなんだけど。あいつは雷のどんなところ苦手なの？どんなところ？響いてきますよね。なんか近くじゃなくてもさ、なんか響いてきてさ、怖いんだよね。ああ、そう、富士急行かない、行けない分、行けないっていうか中止になっちゃったので、めっちゃ残念なんですけど、あの、その分会いに来てくれたら嬉しいです。うちはサインうちは当たりました。ああ、ありがとう。よかった、当たってる、当たった人、ファンの方、当たってる方ね、いたね。こんばんは。たちさん、ありがとう。あおいちゃんさん、ありがとう。あ、そう、あとはアットジャムがありますね。2日間なんですよ、今回。今回っていうか、私初めてなんでね、そう、あれなんですけど、なんか2日間らしくて、そう、ありがたいことに、嬉しい。アットジャム、アットジャム、今まで本当にさ、出てみたかったさ、フェスやらイベントやらをさ、今年でね、なんか全部こう出させていただけてて、本当に嬉しいというか、やっとね、そういう憧れだったステージに立てていけてるのが本当に嬉しいので、今回も初めてのね、イベントアットジャムなんですけど、もうめちゃめちゃ頑張ります。楽しみだ。すごい、他のね、アイドルさんいっぱい入れるのでね、 HKT 頑張りたいです。お、おいらもサイン言ってた。おお、サイン打ち当たりました、ありがとう。おお、当たってる。ミラボノージーか、お話し買い取るか迷ってます。お話し買い取る一択ですよ、それはそれは一択ですよ。こんばんは。今日も可愛い髪型ですね、ありがとう。もう寝癖がひどくて三つ編みしました。さっきも、もう今日一日ほとんどベッドにしかいなかったダメ人間。48以外でお友達、ハルルンとサイアンと、なんかね、あ、リンコちゃん、あ、でもまだね、一回ツアーの時に話しただけなんだよね、リンコちゃん。なんか
浮いてる毛がある。リンコちゃんともツーショット撮ったね。あと STU さんと NGT さん、SKE さん、AKB さん、NMB さんいないかな。葵ちゃんさんありがとう。今日は家が一歩も出てない、出てない、ベッドにしかいない、いてない。メガネはド入り、ド入りです。あーもう今日は本当に何も考えずに生活じゃない、過ごした。今日は何にも考えずにね、ぼーっとベッドで寝て、起きて YouTube 見て、アニメ見てです。でもアットジャムのリハがねもうそろそろあるんですね。だからまだセトリが送られてきてなくて、何を踊るか分かんないので、そう多分今日中に来るっぽいので、そう来たらもう覚えなきゃいけない。そう来たらもう覚えるので、そうあリハがもう少しの、もうそろそろすぐにあるんでね、もうすぐ入れないとダメですね。ケイボーさんありがとう。こんばんは。そうちょっと久々にね何も考えずに過ごせたのでね、今日1日2曲ペース覚える。あ違う、2曲ペースっていうか、公演、TikTok の Vlog の方はね、夏祭り公演のね、ポニシュシュと、ポニシュシュと、サウンドグッドの2曲、夏祭り公演で踊る2曲をね、覚えました。1時間で、1時間ぐらいかかっちゃったんだ、1時間以上かかったかな。そう、タッチさんありがとう。一人は知ってる曲だったとしてもポジションが違うと、そうポジション違うとね振りが違うんだよね。立ち位置によってなんか歌ありとかによってなんか踊りが違うんだよね。番号も覚えなきゃだしさ、うん、44日目休めたならよかったよ。ありがとうございます。皆さんね休んでねって言ってくださるんですけど、しっかり休ませてもらいました。明日はお仕事なんで頑張ります。そう甲子園の、甲子園ちょっとついていけてない。甲子園ね、どうなってるんだか。情報がついていけてない。今どんぐらい進んでるんだろう。
一日にリフレッシュ、あでもできたね、できたと思う、うん、寝だめしました、寝だめ。ベスト8まで決まった、あそうなんだ、ハイライトのみ視聴でになってる、そうだよね、見に行った日か知らない、えなんだって、うん、私はホークス、いや巨人とかベイスターズしかあんま知らなかった。そう今日一村ラジオなので、スクショしたいんで、いやだ今日ダメ今日ダメ、今日ダメ、寝起きだから。香川代表の一番打者がえげつなかった、へーそうなんだ、ベスト8か、九州は熊本のみ、おお残ってるんだね、九州の学校が。村上選手の弟が、すごいね。市村ラジオは10時からです、そう10時からなので、どこが残ってんだかちょっと見てみます。甲子園の福清さんありがとう、どこが残ってるかもわかんないね、準決勝、あ愛知宮城仙台育英高松商業、高松商業、あ近江高校いるじゃん、大阪桐蔭、下関国際、聖光学院、九州学院、九州学院すごい、九州頑張ってほしい、わかんないんだけど、関東勢いないね、本当だ関東負けてるじゃん、あれ全然ちょっと終えてなくてね、近江高校残ってますね、カズさんありがとう、葵ちゃんさん
ありがとう、ひろゆさん、ありがとう。うわー、マジか。でもね、大阪桐蔭がなんかすごい点差で勝ってるのだけなんかニュースで見たんです。点差がすごかった気がするんだけど、ここだ、19対0だっていう数字を見て、私えってなっちゃった。甲子園でって点差なっちゃうのって思って、ちょっと打線がすごいのかなって思いつつ、でも0点で抑えてるからピッチャーのね、いいピッチャーもいるのかなちょっと思いつつ、選手とかまだ全然わかんないんだけど、えぐいよね、19対10ってそんな点数入るって思っちゃうんだよね。だから打線がすごいんだろう。こんばんは。いやー、大阪桐蔭がちょっと行きそうな気してますけどね。九州学院も頑張ってほしい、本当に九州なんでね。いや、近江も頑張ってほしい。近江ブルーだよね。え、今もブルーだよね。近江ブルー好きなんで個人的になんか好きっていうか、普通に私甲子園見に行った時に近江高校さんの試合見たんだよね。近江高校と どこだったか忘れちゃった。そう、でも近江ブルーすごいなんか怖かったんだよね、すごい。だから応援してます個人的に。ああそうなの、大阪桐蔭ピッチャーの子、ああやっぱ強い、ピッチャーがいいとやっぱ強いよね。九州学院大阪桐蔭とぶつかり、あわかん、あそうだよね、まだわかんないか。頑張ってほしいな九州も。いやでもどこが勝ってもでも、うん、割とでも、うん、大阪桐蔭はやっぱ強いね。ヤクルトの村上選手の弟がいるんだよね。もうだからすごい注目されてそうだね。大阪桐蔭は守備がうますぎる。でも守備うまくて、で打線もしっかりしてて打率よくて、でピッチャーも注目されてる。もうなんか揃っちゃってますね。揃っちゃってるんだよね。バットのいいよね。夏を感じるよ。葵ちゃんさんありがとう。なんかお昼ご飯食べながら、お昼ご飯を食べながらなんか甲子園を見る。
見てたのよ私。あの夏休みはやっぱさ、お家でお昼ご飯食べれるじゃん、学校なくて。だからその時間結構好きでそう、お家でさ家族とご飯食べながらちょっと、そう、甲子園見たりヒルナンデス見たりなんかすごい、そう、そうめん食べながら、冷やし中華食べながら、それで夏を感じてたんですよね。そう、なんかエモいです思い出すと。今はさ、本当に今、甲子園をさリアルタイムでなんかご飯お昼食べながら見るとかしてないからさ、ちょっと寂しくなりますな。ウグイス嬢やってみたくないですか？ウグイス嬢じゃなくてマネージャーしてみたいね。野球部の甲子園とか出場するマネージャーしてみたい。そう、めっちゃ大変だと思うけど、めっちゃ管理とかしないといけないじゃん、選手の管理とか、掃除、洗濯、サポートめちゃめちゃしなきゃいけないからね、すごい大変だと思うんだけどね。強豪校のマネージャーってなんかかっこいいよね、すごい。一緒になんか甲子園についていきたいみたいな。青春を味わえそうですよね。そう、スコアとかね、いろいろ記録しないと、記録係だよね。美人マネージャーいたらしいよ。話題になるよね。かわいいマネージャー多いんだよね。スポドリ大量生産、スポドリ大量生産は任せてほしい部活でめっちゃ毎年作ってたから。我ながらランニングしてみたかったはね、国翔さん、国翔さんありがとう、ありがとう、ありがとう。甲子園出場校のマネージャーに一度なってみたい。なんかマジで辛そうだけど楽しそうね。みんなでさ一個ずつ勝っていくのがめちゃめちゃさ青春だよね。勝っても負けても青春。スパドリ薄めに作ってた濃い方が美味しいんだよね。でも濃いとめっちゃ飲みすぎちゃうからね。そう、ちょうどいいぐらいがいい。ケイボーさんありがとう。いや、大阪桐蔭さんかな。なんか選手にあのなんだろう、あのユニフォームのお守りとか作ってあげてみたいよくあるよね、お守りとかさ。マネージャーの子とか作ってたんですよ私高校の時。あの高校のサッカー部とか野球部とかのマネージャーの子がクラスにいたりしたんだけど、そう、もうめっちゃ大変そうだったよ。もうなんか記録だったり、もうめっちゃなんか朝練とかさ、なんか一緒にねやってたり、すごい大変そうだなって思ってたんだけど、大会の時とか毎回あのお守り作ってあげてて、そう、部員みんなに
みんなの分をね、そうこうやってフェルトでさ縫って守り作ってあげてて、めっちゃ上手で、そう、そういうのをあのみんななんかカバンとかにさつけてるのを見たら可愛いと思って、そうすごいと思って、そう高3まで部活ガチ勢でした。もらいました。ああやっぱそうだよね、野球部サッカー部あたりはもらってそうマネージャーがいるね、部活を。最近愛知に興味津々です、ありがとう。前の部活はマネージャーさんいなかったんやいな、でも結構レアだよね。愛知にお守り作ってもらうの羨ましい。作ったことないです私は作って渡したことない。あでも同じ部活の、まあ私は女子しかね本当にほぼいなかったんですけど、同じその団体戦とかで一緒に出る子たち、出る部員にメンバーにミサンガとか編んで大会前にあげたりしたことはあるかな。ミサンガとかなんか作ったかな私。でもね結構作ってたかも、大会前になんか作ってた、いつもちょっとなんかしら村民守り、村民守りと村民守りお守りね、いいね、お守り作り。ミサンガだね、そうだね、青春だよね。ミサンガとかちょっと懐かしい、全然作ってましたよ私。お守りグッズいいねグッズのお守りなかなかないよね。あそろそろ一目ラジオが始まりますぞ。部活みんなそういえばそうだった、部活所属してる人はいるんだ確かにお守りありやな、ありやな、お守りグッズいいね、なんかなかありそうでなかったよね。なんか作られる時が来たらねあったらちょっと参考にしますねおもろい、ね、あもう少しで動画がアップされます。あもう10時になったので、じゃランキングを読みたいと思います。13位カズさん、12位ペシさん、11位タグ JP さん、10位ムハンマドさん、9位サマラスさん、8位クロジアンさん、7位ナオさん、6位クニショウさん、5位フォクピグさん、4位アオイちゃんさん、3位ズッキーさん、2位ヤシタンさん、1位タカッピさんです。みんな一無ラジオ見てください。アップされたら終わろうか、アップされたら切るね。ヤタアチさんお疲れ、ありがとう。あのみんなポチってね、配信が終了とともに動画ポチってください。カメさんありがとう。あもう上がってる、アップされたって。じゃあみんな一斉に再生してください
よろしくね、今週もいっぱい聞いてね。またね、明日ね、バイバーイ、おやすみー。